安全に絶対はないです。日々の安全確保っていうのはもう最低限の命題だと思ってます。当然ながら放射性物質を扱うというそういったその事業になりますので、非常に大事だなという形で思っています。巡視点検を行っていまして、設備がどういう状態にあるかっていうのをですね、常に見ています。半分以上の時間は巡視点検に使っているようなイメージですね。かなりのその手間と労力をかけてですね、見ていってるっていう形になります。当初の頃からですね、なんとかデジタル化したいということを考えていました。その時に手軽にできるのが、ファイルメーカーだったっていうようなことです。一つのブロックでだいたい 2、3台、多いところで5台使いますね。 iPad にしたことによって何かあったらその場で撮ると。で撮ってからこんなのありましたって見せてもいいですし、仮にそれが異常じゃなくても昨日はこうなってましたっていうのでこう情報共有ができるんですね。紙でやるとデータを掘り起こすのがものすごく大変なんですね。数千枚の紙の中からですね、必要なデータだけをピックアップする。それをデータ化することによって、要は単純にそのグラフ化できたりとかしますから、効率化もそうですし、プロセスを記録として残すことができて、新人の教育に役立てることができると。新たな気づきを与えて、で次にうまくそのバトンタッチをしていってもらえればですね、安全の積み重ねとかですね、そういうところにもつながっていくんじゃないかなと。日本原燃の現場環境というのはその分厚い壁厚で Wi-Fi が通らなかったりだとか、電波の影響を受ける危機がありますから、電波が通らないような環境下でもですね、現場ではオフラインで教室でオンラインにして、データのアップロードダウンロードを行って機器の点検なりをやれるような、そういう環境っていうのを作ってきました。日本原燃さんの安全のルールに従った大きな流れが全てあるっていうシステムが作業隔離管理システム。ファイルメーカーならではのその開発の手法というのは、その現場を巻き込んでアジャイル開発しながらですね、仕上げていくっていうことが。一回開発してもうローンチしてもう使い始めて運用したらそれで終わりじゃなくて、使い始めてここが悪いとか業務フローが変わったって要望を出したら改善して、機能追加して、でまた使い始めてっていうこのサイクルですよねっていう、そこが大きいですね。安全安全っていうところからですね、いかに安心を生むかっていうところがですね、まず何よりもその大事にしていることかなと。日本原燃さんの安全のハードルっていうのもどんどん上がっていきますんで、未来に向かってサポートさせていただくっていうことをしていきたいと思います。日々の積み重ね、それしかないかなと思ってるんですね。安全の追求に終わりはないということで考えています。